ああ、前回もダメでしたね。以前はもっとうまくいってたのにね。なんかやり方は半分忘れてるし。なんかもう、いいんです。うまくいかなくても、その過程を楽しむ。そういうことでやっていきましょう。前回やったのは、ここをやったんだね。今度ここだね。ここもね、何回もやってんだけどね。調査終了で勝ち、他のバカどもに。ここもね、何回もやってんだけど、絶対うまくいかない。筑牛は辺境の牧草地で育てられている。しかし、畜産物の需要は東海岸にあるから、迅速な運送が必要だ。さあ、君の仕事だぞ。てめえ、何に入札してんのか、分かってんのか。てめえ以外に入札するやつがいなかったのはなぜだろうな。おい、ここは俺の島だ。この駅で何をしてやがる。また都市を手に入れやがったのか。タスク的にはまずスーホーズに牛を持っていく。金を何に使うかがね、ちょっと問題なんですけどね。株を買ってしまうか。25%。12%買おうか。13%。俺がお前でも俺に投資してるよ。
Thank you.
自分の考えを誰にも悟らせるんじゃねえ。最優先すべきは食肉だな。買い手はいくらでも見つかるだろう。ちょっとね、ちょっとダイヤ改正をしたいな。とりあえずセーブして、ここで生産したいので、もうここにね牛を持っていく必要性ないんですよ。違うよ。
そんな日は来ねえかもしれねえが、てめえに何か頼む日が来るかもな。てめえ以外に入札するやつがいなかったのはなぜだろうな。最初の動物が東海岸に届けられた。その調子だ。牛を生産しよう。
木材どこで積んでんの君。あ、これは木材だ。木材どこから持ってきてんのかな。タスク的に何やったらいいか分からなくなってきた。肉をもっとね生産したいんだよな。これをさ大きくしたいんだけどどうしたらいいの。この施設では無限に相当な数の畜牛を運送したな。ただ車両についた匂いはどうすることも。無限にやってくれるけど、これより気がつかなかった。無限に受け取って。無限に受け取ってくれんのか。でもここで生産したいからね。でもこれも買いたら買いたいんだけど、誰も欲しがりゃしねえよ、こんなゴミ。
52年か。どうしようかな。ここにポイントがあるから、この辺からこう分岐したいね。こっちはポイントがこの辺だね。
これさ、上げたいんだけどね、生産能力を。ここはできるんだね。50万かかる。ここはなんかしないとできない。牛は結構ある。ここにも肉売ろうかな。最近ワインがうまくてな、つい飲みすぎちまうぜ。ここもつなげたい。
戦だよ。もうまくいかないかもしれない。うまくいかなかったとしてもこの動画をアップするのでよろしくお願いします。てめえ何に入札してんのか分かってんのか。逆だよ。めんどくせえな。腹を減らした住民のもとに膨大な量の食肉が届いた。ビール食べるか。ここはいいか。シノネビジネスをつなぎましょう。オマハに肉を届けるってことは大事なんですね。ここからここに行ってからここに行くっていう列車が必要。で、石をつなげたいのでここをつなげたいですね。
気に入らねえな。手回しが良すぎる。ちょっと待ってくれねえか。反対側から。10万か。間違えたの。逆のポイントはいらなかった。ああ、帰りは各駅停車で、ここに寄ったり、ここに寄ったりしながら。編成ぐらいにしたいよね。
牛をつながないという、ここにも牛がいるんです。最寄りのマッチ、こっちだね。もうなんで消えちゃうんだよ。同じ作業を何回もやんなくちゃいけない。敵とはダチ以上に仲良くすることだ。この農場はすでに俺の鉄道ネットワークに組み込まれてるんだが、ファイがいいもんを持ってきたぜ。気がつかなかったのか？
信号機付きに変えちゃおう。駅が消えるか、てめえが消えるか、二つに一つだ。直したい。ここに埋まるからだ。もう変えちゃおうかな。まあ後にしようか、変えるな。険しいな、ここは。どうしようかな。畜産場をネットワークに組み込んだか。畜産市場が活気づくぞ。11万。肉を運ぶやつからまだだね、全然。なんだかんだ言って今回もダメかもしれないね。ダメだとしてもこの動画をアップするのでよろしくお願いいたします。
てめえの汚ねえ小屋、隅々まで調べさせてもらったぜ。次々と駅を建てやがって、俺が気づかねえとでも思ったか。ああでもね、うまくいったとしても株を買われて倒産させられちゃうんだよな。買収されちゃうんだよね。買収されるとゲームオーバーですね。列車が止まれば奴らのしのぎも止まる。俺にとっちゃいいことだ。オマハに届けるっていうのはね、一番難しいんですよね。
ここを大きい駅にした方がいいね、先にね。あー、もう期限か。やっぱりゲームオーバーだな、57年。あー、でも下の2位がだから今これはね別にいいんだな。ここ大きい金賞。自分の考えを誰にも悟らせるんじゃねえ。もう次々だね。もういい加減やらないと、いつまでもできない。リセットされるんだと思うんだよね。信号機付き。また都市を手に入れやがったのか。サボってる列車があるみてえだぞ。
てめえの駅に喧嘩吹っかけても文句はねえよな。このお経験しようか。気に入らねえな。手回しが良すぎる。ちょっと待ってくれねえか。金ないんだね。こっからね、バイパス線をね、作りたい。うまくいかないね。言うこと聞かねえんだよな。もう間に合わないのか。ムカつくな。もうなんだよ。ムカつくな。
次から次に来ちゃうね。もうなんだよお前、もうお前は消えてくれ。この辺に合流したい。22万、20万。帰りはね、肉と肉だからね、これ、おろしてからね、同じだね。
今度はこっちだね。こことここを結んで。自分の列車に用心するこった。君を買っちゃおうかな。覚えとけ、俺の株を買ったやつは無事では済まさぬ。てめえのために用意したものがある。何が起こったか見たな。何度でも繰り返すぜ。何度でもだ。雑草みたいに繁殖しやがって。どうやって登っていくんだこれ。これなんだっけな。帰りはここ寄って帰るか。
休校か。休校はいや別にいいな。俺に勝ったとでも思ったのか？スカート、エンジニア測定、エンジニア測定。機関員、液晶でも。ライバル会社の株式を購入したな。何か手を打ってくるかもしれん。気をつけないとな。あ、借金できる。たかり野郎は必要ねえ。地獄に落ちな。マハにね、肉を持っていくっていうのができないんだよね。これはいくらでも作ってくれる。立てたい。何やろうとしたんだっけな。なんかやろうとしてたんだけどな。あ、そうだ。株も買いたいんだけど。投資家が現れたんだ。ラッキーだな。てめえの射程を引き抜いた。こっちの方が気に入ったらしいぜ。列車が止まれば奴らのしのぎも止まる。俺にとっちゃいいことだ。
さっき間違えたな。さっきのこの辺の列車間違えた。これさ、ここへないと。真剣な列車だな。まったく怖くねえ。今のうちに買った方がいいな、これ。55%。タスクがね、まだ半分いってないんだよな、57年。俺の調査員がクローゼットに隠してある骨を見つけたそうだ。でまあいいや、これは別に、まあ、いいや、やんない。頭悪いな。誰でも出入り自由じゃねえか。てめえのために用意したものがある。何が起こったか見たな。何度でも繰り返すぜ。何度でもだ。早く買収した方がいいね。
俺の調査員がクローゼットに隠してある骨を見つけたそうだ。てめえが産業を起こさないなら俺がやるさ。まだ半分超えないんだね。そのほうがチームワークが余る。てめえの汚ねえ小屋、隅々まで調べさせてもらったぜ。射程が悪いのか、物資が足りねえか、それともその両方か。もう変えないとね。信号機付き。新しい駅に吊るされたくなけりゃさっさと荷物をまとめるんだな。この辺はね、もうね、こっちに落とし込む。なんでこうなるのかな。
ループ。何してたのか知らねえが、調査員が発見した。これは通過線として取っとこうか。てめえのために用意したものがある。俺の邪魔をする奴はぶっ壊す。もやないとね。でもその前に、列車が止まれば奴らのしのぎも止まる。俺にとっちゃいいことだ。モスかよ。てめえの鉄道ネットワークはよ。やったやつどこだっけ。ここか。違うな。あと 18%。57年が迫ってくるね。やっぱダメだね、今回もね。射程が悪いのか、物資が足りねえか、それともその両方か。ようやく活気が生まれたな。そう思うだろ。諦めるんだな。俺のスカウトが射程を一人引き抜いてきたぜ。14%。
まあ大きい駅にしないとな。俺に歯向かえばこうなる。と7パー。ああタスクが50、あ一番下のやつがもうダメなんだね。5%。射程が悪いのか物資が足りねえか、それともその両方か。と 3%。ライバル会社を完全に乗っ取ったか。会社が劇的に成長したな。てめえにぴったりの場所を見つけたぜ。魚と一緒に泳いどけ。一個がダメなんだよな。あ、間違えた。駅長、6%、10%、エンジニア、速成、9%。今回はここで終わり。